来た来た来た。おお、いっぱい来た。おお、すげえ、いっぱい来てる。すげえ、なんだこれ、なんだこれ。地球上の植物の約 85% は海中にいる。どうも、始まりましたゴージャス動画のお時間です。皆さん、私がゴージャスです。そしてアシスタントは、はい、キルルンこと小原遥です。キルルン、もうみんなやってくれてるぞ。やったー、広まりました ね、 ね、はい、という感じ。あれあれ、参加、あれこれ、千姫、はい、はい、というふくらげー、今日やるのは、そうです、三国志千姫。はい、ということで、うん、早速、うん、行きましょう。来い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 、何ですか、素敵なゲスト、はい、ツッポン大学です。雑になってるよ、もう4本取りです、4本取りです、4本取りです。そうだよね、もう4本取りだけど、まあ、動かないんだよ、これ。はい、じゃあ、進めますよ。コントでーす。はい、コントどうぞ。あ、コントどうぞ。諸葛亮孔明と超比嘉お送りする三国志ショートコント手合わせ。おい孔明、この野郎、何ですか、超比嘉。劉備殿を騙そうったってそうはいかねえぞおめえの化けの皮を剥がしてやるよ、この野郎。何がしたいんですか、なの、おめえをやっつけてやる、この野郎。私は妖術を使いますよ。んだぞ、はっ、はっ、はっ、うーん、あーだ、ちょっと、はい、おー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 、あなたの時間だけ遅くしたんですよ。もう一丁、はい、この私の番です。はい、三、はい、中国四千年、あ、中国四千年、あ、中国四千年、中国四千年、はい、ということで、面白かったね、面白かったね、いいよ、このスピーディーさ、取っていかないと、クラゲー、はい、どうしよう、次は、はい、ですね、すごい早い展開だね、展開早いでしょ、ね、まあ、今回もですね、あの、スタッフさんに来ていただいてます、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、スタッフさん、振り返してくれたね、はい、いやね、ゴージャス、うん、実はね、うん、三国志千姫は、うん、これね、ユーザー同士のコミュニケーションもまた一つの醍醐味なんです。コミュニケーション、うん、うん、みんなでこう、三国志、三国でこう、義、語、職で、うん、ユーザーが分かれてまして、それぞれでチャットして楽しめる。なのでね、今回はゴージャスに、はい、ちょっとコミュニケーションをチャットで取ってもらおうと思ってます。お、大丈夫、何にも知らないです、僕。それはね、うん、スポン大学にちょっとサポートしてもらったり、はい、大丈夫、大丈夫、俺の地位とかを脅かすことを言うんじゃないですか何を恐れてるんだ。はい、じゃあ画面見てみましょうかね、うん、まず画面こちらになります。ダーン、はい、こちらでですね、はい、マイページですけども、どうしましょう、スタッフさん。右下に、はい、チャットっていうボタンがありますね。こちらを開いていただくと、押していただくと、今所属してる、あの、義勇軍、はい、おお、義勇軍が、義勇軍、チャットになります。うーん、で、今回やっていただきたいのは、うん、その上のタブにあります所属国、はい、はい、所属国、うん、そこにあるのが、あの、職の、これ職国、うん、今だから、ゴージャスが職に属してるわけだ、うん、はい、そちらの方で、何かコメントをいただければ。あ、もうみんな待ってる感じだな。僕来るって知ってるんですね。みんなどういう、あ、ゴージャス、ゴージャスって書いてあるよ。ちょっと待って、ゴージャスだけにゴって書いてあります、ゴージャスって書いてみるか、ゴージャスです。あ、いいね、いいですね。でも職だろ、そう、職に所属のって入れた方がいいよ。こんばんは、ショックだけど、ショックだけど超ウケんじゃないこれだけど、あ、いいね、最近いい人、これでいいですか、これ、はい、大丈夫ですか、はい、それじゃあこれから送信してみますね、はい、行きましょう、はい、送信する
はい。来た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 。おぉ、いっぱい来た。おぉ、すごい、いっぱい来てる。すげえ、なんだこれ、なんだこれ、うわぁ、うわぁ、うわぁ、なんだよ。来た、来ましたよ、ほら。すごい。ちょっとみんな見ていい？なんて書いてある？ゴージャスさん、はじめまして、レボリューション。ゴタのみ、ゴじゃないって。そうだよね。ふざけるなぁ。待ってました。来た。すごいです。すごい、嬉しい。すごいね。どうですこれ。うわすごいね。すごい。延長だとね、これでどういう会話をしていくとなんかいいんですかね、なんか。メリット。ちょっと想像がつかないですけど、なんか50人。こういうの職の掲示板だから、職について語ってることが基本的に多いんですか？あ、そっか。そうです。雑談とかも比較的多くて、どちらかといえばゲーム内のイベントのこととか、あ、なんか情報の交換をするってこと？じゃあさ、はい、これすっぽん大学がさ、ちょっと食についての軽くクイズ、腕試しで言ってみたら、あ、みんなが答えれるか。うん、みんな、なるほどね、クイズだよ。うん、じゃあ、あれとかいいんじゃないですか、リュウビリュウビカンウ、これリュウビテンカンウ、カンウカンウカンウは超ヒュウビ、はい、が、はい、義兄弟になったある誓いはなんですか。これ知っててもらいたいよね。あ、これ知らなかったらちょっとショックだね。ある誓い、ある誓いとは何？大喜利みたいになっちゃったりしね。よし、送信するーダン。いっぱい来たよ、いっぱい来た。すごいすごい、すごっ、すごいね、すごいいっぱい来るんだよこれ。弾幕がすごい。あ、僕の出ますよ。あ、出ました。みんな、三国志クイズだよ。劉備関羽とか異兄弟になった誓いとは。あ、早い早い早い、どんどん来る、どんどん来る。あ、いいですね。正解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 。何、桃園の、桃園の公園の誓いだよ。そう、公園の誓いって。桃の木がいっぱいあるね、園の中で。そう、宴会を開いたんです。そうです、そう、正解は桃園の誓い。桃園出てくる。あ、すごいね。はいはい、じゃあこちら行きましょう。正解です、こちら桃園の誓い。みんなすごい、送信する、ドン。あ、すごい、桃園の使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 い。おお、ほんとにみんな知ってるからやったんだね。アフロの誓いって書いてある人。アフロの誓い、どういうこと。いや、でもアフロの人だよこれ、名前が。桃園は誓い、半端ねえな、すげえ。すごいね、桃が大量に流れてる、すごい。みんな知ってるんだね、嬉しいね。わかった、じゃあ次、次クイズ。三国志芸人といえば誰かな。これはね、すぐわかると思うよ。はい、こぞって今のと同じぐらいのラッシュ来るでしょ。東園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 ぐらいで全員帰ってくんじゃない。ね、スポン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 。はい、じゃあこれで。はい、続いて三国志クイズ。三国志芸人一人いるんですよ。一人いる。やついさんっていうね、エリックコミックのやついさんはね、はいはいはい、孔明の格好をしてよくね、本も出してるんです。イベントもやってる。はい、それでは送信するドン。さあ今言ったのかな。さあどうでしょうか。これはなんだ、これは。もう一回いきます。はい、じゃあこちら送信いたします。送信する、ドン。いや、これ来るぞ。来るか、スッポンラッシュが。さあ、おー、来た、よし。
続いて三国志クイズ。三国志芸人といえば、これはもうクリリンダーを貸します。ありがとうございます。シャルを、あれいきなりなんか少なくなったよ。みんな考え始めちゃった。ゴージャスで、キョロキョロ、ゴージャスで、ゴージャスで、キョロキョロ、ゴージャスじゃないから、ゴージャスじゃないよ。お、安田大サーカス、安田大サーカス、ゴージャス、ゴージャス、安田大サーカスって三国志出てきそう、あ、ゴージャスって言ってもらいたいみたいな空気になっちゃってるんだ。誰あれまだ1個も出てきてない。1個ぐらい出てきますよ。出てきてるでしょ、まだ出てこない。越後製菓。どういうことだ、越後製菓。風格やめです。マックス村井です。マックス村井。おお、平井健にゃん。おくれで兄さん。パイプカット一つも。熊田正史、熊田正史、菅原文太。あら、あれ、我が家、我が家、日本大学。あ、これ縦に読んだら出てきたよね。いないないない。あるね。よし、いくつを。あら、あれ、あれ、あら、冷やせがすごいんだけど。ほら、サモハン来てる、サモハン。サモハン。あれだら。芸人でもね、山田太郎ってあれ誰だ。あら、ダメだこれは。残念でした一個も出ない。一個も出ません。そうでしょ。結構お笑いのネタ番組でやってきましたよ、ねね、じゃあ、あの正解はゴージャス動画でということで、はい、皆さんとお別れしてください。お、エリクルク熱い一郎です。嬉しい。あ、ほんとや、ほら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 、来たじゃない、ほら、うん、今、打ったでしょ、今。いや、そんなしか持ってませんよ。持ってたの。わかるだろ、名前とかでさ、もう後ろでこうやってついて。わじゃこちらも、行きました。サーシーン、サーシーン、カツッ。はい。すごいな。おお、すごい、反響がすごい。すごい、すごい、ありがとうございました。お疲れ様でした。またお日までどうぞよろしく。すごい、三国志好きはみんないい人だね。いい人ばっかり、ね、いやーすごい、すごい、よかった、楽しい、素晴らしい、すごい、いいね、楽しい、ね、このね、ユーザーにね、知られたらね、もしよかったら、そうだよね、もしかしたら見た、テレビのプロデューサーがいるかもしれない。一件あったでしょ。一件一件あったじゃん。え、こうやって一件ね、2、3人の会員じゃないか。違う違う、同じ人がね、何万人の中で、ね、何万、そう、本当に、いやどうですかこれ、ね、ぶっちゃけ三国志好きとしては最高に楽しいです。楽しいね。あー、やっぱり、まずゲームで出てくるキャラクターもやっぱちょっとどうなってるんだろうと思うし、はい、チャットで自分が好きなね、三国志の話できるって、はい、なかなか飲み会で三国志の話してついてきてくれる人いませんから、ね、一人だけ浮いちゃうんですよ。一年に一回やる三国志イベントぐらいだよ、ね、やっぱ話せるのはホームになるの。いやーでも楽しい、すごいチャットがすごい楽しかったね。楽しいね、うん、はい、ということで、はい、こんなチャットも楽しめる、うん、そんなアプリゲームはそう、三国志千姫。千姫で検索。見たことあるということで、ギョエギでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバーイ。俺の番組だから俺が一番目立たない。これも入ってるから今。入ってる。性格悪いとこ出ちゃうよ。うん、何にも思んないからな。ステーキ、ステーキ。ステーキおごるから。ゲームマーケットがお送りするゲームバラエティ動画チャンネル、ゴージャス動画。ぜひ皆さん、チャンネル登録、レボリューション。過去の動画もチェックチェック。それ